対バガブーズ3回戦、徳地は内野から野手を締め出し、ジョンソンとの力勝負に圧勝。いやー驚いたぜ。ああ、井出口、お前徳地の暴走止めもしないで、あんなの結果オーライだぞ。バカ野郎、俺だって止めたかったさ。でも徳地は絶対勝つって言うから。あの時やつは絶対に勝てなかった。筋肉ってやつは消耗するからな。筋肉消耗？実は城岡も最初からそれをほのめかしてたんだよ。ジョンソンは累換世界最速だってね。あ、その累換世界最速の男はなぜ世界最速の男になり得なかったか。その答えは世界最速の男が知ってるはず。そう思って俺は初戦の後、かつて世界最速の男と言われたジョー・ケリガンの資料を見た。ケリガンは言った。そもそも人間の下半身の筋肉には100メートルを走り切る10秒もの時間、ピークを維持する持久力など備わっていないと。ではなぜケリガンが10秒間ピークを維持できるか。それはひとえにテクニックだという。スタートして前半3分の1は加速領域、大事なことは推進力を大腿四頭筋に集中させることだという。筋肉がピークの力を出し続けるのはせいぜい6秒。それはケリガンも例外ではない。そしてその限界に近づいたら緩やかに体を起こしながら推進力の主役を大腿筋膜張筋と内転筋に移行させ、最終的に外腹斜筋や腹直筋までも動員してトップスピードを維持。序盤これらの筋肉を温存しているためゴールまできっちりパワーを絞り出すことができると。ケリガンはこのフォームを獲得するまで10年もの期間を要したという。そう、ケリガンの言うことが本当なら消耗するんだ。最速の筋肉ってやつは出塁、盗塁、そして守備、ダッシュを繰り返せばその度に少しずつ、しかし確実に筋肉は消耗していく。2戦目以降はその実験さ。俺はあらゆる手段でやつを走らせた。そのタイムをトレーナーに記録させるためにな。結果は思った通り。ああ、すっげえ、本当だ。徐々にタイムが落ちてる。特にバント出塁の時は顕著だ。そりゃそうだろう。一塁までダッシュ、その後二塁、三塁へと立て続けにダッシュ。筋肉の消耗は容易に想像できる。ああ、だから最後は走らせたのか。ああ、ジョンソンをデッドボールで出した後、煽るように盗塁させた。奴の筋肉を消耗させるためにな。すごい。なんてやつだ特地は。やることなすこと全てに抜かりがない。しかしつくづく感心するよお前には。これで他球団のジョンソンへの脅威はかなり払拭されただろう。だがお前だからできたこと、波のピッチャーには。だったら残るもう一つの必勝の策を打つまでさ。もう一つも？ああ、俺がやったようなややこしいやつじゃねえ。もっとシンプルなやり方があるじゃねえか。何なんだそれって。何って、わかんねえの？ああ。あんた本気で勝負ってもんと向かい合ってるのか。ん？ああ、呆れる。ぬるい、実にぬるいね。そんなぬるいんじゃペナントも取れねえよ。本拠地埼玉でのフィンガーズとの2連戦は雨で流れた。小島は球場に残り、バガブーズと次の対戦相手であるブルーマーズとの試合をテレビで見ていた。もう痛い。なめてんのか貴様。どういうことだ。俺からの指示を再三無視して。でも勝ったじゃないですか結局。おお、自分の采配で勝ったとでも思っているのか。
今後も俺の指示に従わないつもりか。もしそれがチームのためになるのなら。チームのために？は、面白い。そんなに自信があるなら一つ俺と勝負しようじゃないか。次のブルーマーズ三連戦、俺は一切指示しない。お前の好きなように采配しろ。いいんですか？だがもし負け越したらペナルティとして年俸 50% カット。そしてこれまで通り俺の指示に従うこと。3対2、ブルーマーズ1点リードですが、7回、バガブーズノーアウト1、3塁、絶好のチャンス。そして代走はジョンソン。白岡監督、勝負に出ました。どこ行くんだ？飲み物買ってくる。ジョンソンだぞ、いいのか？興味ねえよ。今ジョンソンが。ジョンソン同点のホームスチールを決めましたが、クロスプレーの際ジョンソンとキャッチャー双方が負傷するというアクシデントが起きました。ただいまのリプレイです。